ツイッターをですね、テスラとかスペース X の CEO、イーロン・マスクさんがですね、買収するかもしれないというお話について解説をしたいと思っております。イーロン・マスクさんは実はですね、私の、年は1個上でですね、もともと IT 企業の経営者です。ペーパルというですね、アメリカで一番有名なネット決済システムがありますけれども、こちらの方の創業メンバーの一人ですね。正確に言うとですね、別の会社をやっていたのがですね、ピーター・ティールさんとかの会社と合併をしてですね、ペイパルというネット決済会社になって、ちょうど僕がオンザエッジそしてライブドア起業した頃と同じなんですけれども、これは eBay というですね、全米最大のネットオークションの会社にバイアウトして、まあそれでですね、得た資金を元にしてテスラとスペース X を起業したのが、彼のですね経歴なわけなんですけれども、なので元々 IT にはめちゃくちゃ詳しいんですね。なので、Twitter を買収する、そして経営を俺はできると、今よりもいい経営ができるというふうに豪語するのはですね、何も間違ってはいないというふうに思いますし、まあ、かなりのフォロワーさんを抱えるですね、ツイッターのヘビーユーザーでもあります。そんなイーロン・マスクさん、例えばですね、スパムボットというですね、宣伝ツイートとかですね、そういうのをやるようなボットがですね、たくさんありますし、そういったものを排除したいとかですね、一旦投稿したツイッターのツイートはですね、編集することができないんですけれども、そこに、まあ、例えば Facebook とか Instagram とかでは実装されている編集機能を入れた方がいいんじゃないかとかですね、そういった提案を常に前から行っていたし、すごいヘビーユーザーでもあったし、言論の自由をですね、自分がね、のツイートすることをですね、邪魔されたくないというようなことがあってですね、イーロン・マスクさんは買収したいというふうに思われてたわけですね。彼なんですけども、すでにまあ、ツイッター株をですね、数パーセント取得をしてですね、買収提案をするんじゃないかというふうに言われていまして、それに対して、ツイッターの経営陣はですね、ポイズンピルというですね、買収防衛策をですね、策定したりとですね、牽制し合ってるような状態にあります。そんな中ですね、テスラがですね、非常に急成長しておりまして、株価も堅調ということで、ツイッター上でですね、まさにそのアメリカの証券当局 SEC とですね、争いになっておりますけど、けれども、まあ、売却をするということで、法制をしなければいけないので売却をしたんですけれども、そこである程度キャッシュが得られたりとか、まあ、テスラ株、まだ今でも保有しているテスラ株の値上がり分もありまして、簡単に証券会社からですね、ツイッターの買収資金を調達できるということで、そういったまあ調達の目処が立ったということでですね、彼は、ツイッターの買収をね、するというようなことをですね、今回はですね、非常に慎重にSEC に文句言われないような形でですね、表明をしておりましたけれども、スペース X とテスラが落ち着いてですね、楽になったから、時間ができたからツイッターの経営に乗り出すんじゃないかみたいな、トンチンカンなことを言ってる人いましたけれども、そんなことはなくてですね、イーロン・マスクさんめちゃくちゃハードワーカーでですね、特殊なですね、ワーカホリックのもう究極みたいな方なんで、さらにツイッターをやってですね、俺はまだまだやれるぞみたいなところをですね、見せたいのかなというふうに思っておりましてですね、テスラ、相変わらず忙しいし、EV の会社というよりはですね、もうバッテリーマネジメントの会社ですから、もっともっと彼はそういったところでですね、伸ばしていきたいと思っておりますし、スペース X に関してもですね、スターシップというですね、気違いじみたですね、ラプターというですね、エンジンをですね、たくさん積んでいるですね、史上最大、世界最大のロケット、しかも完全再利用するなんていうね、大それたこと言っておりますけれども、彼は力を注いでいくことでしょう。Twitter と Facebook とテスラがもしかしたら同じ会社になるかもしれないというですね、事態が、なんとですね、2020年代になって訪れるなんてね、想像もしませんでしたけれども、そういったことが実際に実現してしまうかもしれません。実際ですね、テスラって大きな上場企業になっておりますけれども、スペース X は非上場、そしてツイッターもですね、非上場化するなんていうふうに言っておりますので、それをですね、上場企業の CEO が経営するっていうのはですね、 SEC も認めないかもしれませんので、全て同じ企業体の中グループを形成するかもしれませんので、ちょっと堀江さんに前から聞きたかったんだけど、イーロン・マスク意外とツイートすることで株価操作とは言わないけど、なんか上下させたりするじゃないですか。あれ別に上下させたりしようと思ってやってるわけじゃないと思いますけどね。本人は？はい。素で、僕と同じですよ、多分。素なのか。素ですよ。僕は同じような、プロフィール的にはほとんど同じなので、やってきたことも同じようなことやってきたんで、何を考えてるのかっていうのはなんとなくわかりますけどね。普通に僕がツイッターで炎上してるのと一緒ですよ。ツイッターの株主になんか訴訟を起こされそうになったりしてるでしょ。それは起こるでしょ。いや、堀さんとかイーロン・マスクって、本当に、じゃあ、素でつぶやいてるのね。だと思いますよ。もともと IT 企業の経営者なんだから、そのツイッターの価値って分かってますよね、まあまあ。インスタグラムとかと比べて、インスタグラムって商品とか売れるかもしれないけど、政治的な影響を与えたりとかってできないじゃないですか。ツイッターって本当に、
つぶやき一つで世界を変えられるっていうか。だからイーロン・マスクはお金儲けで買いたいんじゃないんだって言ってるよね。あれは本当だと思います。お金儲けで買いたいんじゃないっていうふうに考えることが俺たちからするとよくわかんないっていう。あ、そういうこと？どういうこと？どういうこと？だから変な勘繰りをなんですんのみたいな。いや、俺別に俺が個人的にしてるっていうよりも世間がそういう、ちょっと世間を代表して。うん、聞いてんだけど、あ、そうかそうか、え、それ勘繰りなんだ。素でやってますって言ってるけど、実はものすごいお金儲けを企んでるんだろう、あいつはって思ってるんだと思いますよ。僕はイーロン・マスク側に立っているというか、同じような思考パターンなので、要はわけわかんないツイッターの規制とかうざいよねって思ってるんでしょうね。ツイッター社がもし僕に対してそういうことをやってきたら、それは嫌だなって思うと思う。スペース X、最近もだからアメリカでね、実は随分ガバメントマネーが入ってるっていうのが話題になってて、だから要するに、インターステラーも本当はもっとお金入れてほしいわけでしょ。ガバメントマネーを入れる入れないのお話は、うん、僕たちがめちゃくちゃロビー活動最近してるんで、岸田内閣でもそれはやる方針だというふうな話が出てましたね。それは発注みたいな感じで、どういう形で入る？いくつかのパターンがあると思うんですけど、例えば、日本の衛星メーカーが日本の国産ロケットを使って打ち上げる場合は補助金を出しますとか、その周りの人たちが見てるイーロン・マスクの狙ってるところとそうではないところ、多分ちょっとギャップがあって、例えばロケット再利用するとかって、まあ再利用してるじゃないですか、1段目の再利用とか。で、あれはコストエフェクティブだ、コスト100分の1に減らすとかって言ってんのは、あれはホラーなんですよ。だから分かってて言ってると思う。もう少なくとも小型ロケットは完全にコスト高くなりますね。まあおそらく彼は本当に火星に植民するつもりでやってるんで、あの火星に着陸する技術を開発してるんだっていうのが我々の業界のコンセンサスですね。洋上のドローンシップに着陸させるなんていう結構難しいことをやってるのは、あの地球の100分の1以下の大気の状況で逆噴射をして、あの安全にランディングをするっていうことの技術を開発するために多分やってんだと思います。宇宙に植民するのは実は火星に行くよりも小惑星帯に行った方が実はすごくいいんですよ。もう小惑星ってまあ氷の形で水もあるし、まあ資源あの豊富な、例えばほとんど鉄とかニッケルでできてる星とかもあったりするんで、着陸するのにエネルギーそんなに必要ないんですよね。推進力をつけると、それそのものが宇宙船になるんですよね。5メートルぐらいくり抜くと放射線の影響も受けなくなるので、まあ、スペースコロニーに最適なのかなと。私はイーロン・マスクさんにお会いしたことがないので、ぜひお会いした堀江さんにお伺いしたいんですけれども、単刀直入にどんな方なんだろうという、なんか堀江さんとはこう私が似たようなところがあるのかなって感じているんですが、うん、堀江さんいかがですか？まあまあ、イーロンはただのオタクですよ。オタク、あ、はい、そうなんですね。全世界から注目されるようになったから、なんかちょっと垢抜けましたけど、昔はもう本当もうガチオタですよ。彼の場合はちょうどアパルトヘイトやってた南アフリカで生まれて、でその後カナダに留学して、でアメリカに来て大学入ってすぐ辞めて IT で起業して、で会社バイアウトして、バイアウトした金でロシアに行って ICBM 買おうとしたら買えなくて、どうしようかって逡巡してたら、たまたまその TRW っていうそのアポロの月着陸船のエンジンを作ってた会社人と会って、ちょうどその TRW が企業再編で、ちょうど日本でもう同じようなことが起こってて、あの日産がルノーに買収されたじゃないですか。あの時に日産ロケットモーターズっていう、それこそだからイプシロンの前身のだからミューロケットとか、その辺を作ってた会社が日産ロケットモーターズなんですけど、日産ロケットモーターズはその安全保障上の問題もルノー傘下になっちゃったんで、まあ要はフランス政府の傘下になるってことなんで、国家機密が漏れると困るということで、強制的にまあ売却させられたんですね。日産から日産ロケットモーターズは分社して、IHI の宇宙部門と合併して IHI エアロスペース。そういうような企業再編がアメリカでも行われて、TRW はロッキードマーチンかな、まあ、日本の三菱重工みたいな会社ですけど、そこにバイアウトされた時に宇宙部門が被ってたんですよ。両方ともそのロケットエンジンを作る部門があったんで、TRW のロケットエンジン部門は解散したのかな、なんかそういうことになってしまって、技術者が結構浮いてたんですよね。で、それをイーロンはチームに引き入れて、まあそんな感じで、僕が多分初めて会ったのって2004年か5年ぐらいなんですよ。で、その頃本当ガチオタで、僕がロシアに行って宇宙カプセル買って ICBM 買って打ち上げるんだって言ってたら、鼻で笑われたんですよ。なんで鼻で笑ってんだろうなと思ったら、もう彼はすでにそこを突破してたというか、経験してたんですね。僕が2005年とかに やってたことを彼は2001年ぐらいにやってるんですよ。結局買えないってことが分かって、これ自分たちで作るしかねえや
っていうことにも気づいたんですけど、日本の場合はその人材の流動性があまりないので、要は三菱重工とか IHI とかにいた人たちを引き抜くのなかなか難しいんですよ。なかなか彼らも転職してこないし。当時のそのアメリカの企業家たち、僕と同じ世代のアメリカの企業家たちはみんなその技術オリエンテッドだから、IT も技術オリエンテッドですごく注目をして、いろんな会社を起こして、バイアウトして、やっぱ宇宙に行ってんですよね。ジェフ・ベソスも宇宙に行くし、ブルーオリジンってベンチャー作って宇宙に投資をしてるし、イーロン・マスクはもちろんそうだし、亡くなったあのマイクロソフトの共同創業者のポール・アレンも、まあバージン・ギャラクティックの元になったスケールド・コンポジッツっていう会社に出資をしてたりとか、Google のラリーとかサージェイもものすごくその宇宙分野に対して投資をしてるし、ビジョンは共通してますよね。で、残念ながら日本の起業家って、技術オリエンテッドな人がいないから、儲かった金でみんな別荘とか買っちゃうんですよ。僕らのその世代の IT 企業家は当然宇宙目指すよねっていうのがもう共通認識。イーロンはだからそういう感じで X プライズ財団のボードメンバーとして、同志として僕は出会って、日本で IAC っていう宇宙関連の一番大きなカンファレンスがあるんですけど、それちょうど15年前に福岡でやったんですね。僕が一応ホスト国なので、X プライズの宇宙クラスターの人たちを福岡の料亭で接待したりとかしましたよ。福岡のクラブでじゃんけんがうまいママがいるクラブがあるんですけど、そこでいや僕はもうじゃんけんババアって言ってるんですけど、じゃんけんババアがイーロン・マスクとじゃんけんしてましたよ確か。